はい、こんにちは。昆布チャンネルビログミネラル豊富テキスト1ということで、今回、初めて旅動画の方をアップさせていただければと思います。空旅ということで、タイ・バンコク・パタヤの旅パート1、JAL で行く旅の方をこれから少し情報も入れながらアップさせていただければと思います。実はですね、今歩いている私のパイセンですが、パイセンの会社の皆様が今回すごく1年間頑張ったということで、パイセン自らみんなを慰労したいということで、実はポケットマネー、全てポケットマネーで、私もご招待、ご好意によりご招待いただいたという大変ありがたい旅になっております。ありがたいついでに JAL ラウンジ紹介、桜ラウンジ使用するにはというものも、情報を含みながら、配信したいなと思います。まずはですね、これからラウンジの方入るんですけども、ラウンジ入るためにはその JAL のステータスっていうものが必要になります。こちらホームページにもあるんですけども、サファイアステータスでプレミアムステータスというような記述がホームページの方を見ればわかります。プレミアムで8万フライオンポイントで、続いてこれダイヤモンドステータス、これは10万フライオンポイント以上乗らなければもらえないよというようなステータスになっております。でね、こういって旅に出る前にこういったラウンジの方を使用させていただいております。こちらのね、先輩のおかげで私もマイル修行、フライオンポイント修行というものを1年間させてもらって、ステータス、ギリギリのサファイアステータスなんですけども、5万フライオンポイント以上1年間で乗れば、そのステータスになるよというものを取得させていただいております。そのおかげでね、私も、海外に行く際というか、こちらの国際線のその桜ラウンジというものを使用させていただけるようになりました。とてもね、ありがたい場所でございます。最近はね、すごいそのステータスを持ってる人も多くて、今こう込み込みでございますが、実質本当にそのフライオンポイントっていうものをちゃんと貯まった人、 JAL の飛行機に乗った人しか使えないっていうような枠組みのラウンジでございます。ラウンジのいいところはこういった出国前にいろんな食事だったり飲み物だったり豊富にいただけるというところです。これはね、実は全部タダで、そのステータスを持ってればそのカードを見せて入れて全部タダでいただけるというものです。はい、こちらの桜ラウンジはみんな出国前にいろいろこうくつろいでおりますが、実はすごくいい椅子であったり、シャワールームだったりもあります。あれがやっぱり、だいたい出国前30分から1時間程度こちらで過ごすんですが、我々朝の便だったので、まだ朝食まだだったので、こちらで食べてから機内に乗り込もうということで30分から1時間寄らさせていただきました。通常の方々はね、多分イミグレーション入って中に入ってから手前のちょっと食事するようなところで有料で食べて、で出国の椅子だったりなんなりで少し待つみたいな感じになると思うんですけども、この今画像の明太子すごくめちゃくちゃうまかったです。でこちらのラウンジでね、これはビールサーバーになります。ビールとかこうお酒類も全部ただということで、私なんかは貧乏症なんでね、いつもこのバランタインなんかをロックで氷を入れてコーラで割って飲むみたいな痛ましい飲み方もさせていただいております。こちら の冷蔵庫にはミルクだったりトマトジュースだったりオレンジジュースだったり、あとシュワップっていう炭酸飲料だったりが入っております。明太子、このね、かぼちゃのスープも今回美味しかったです。ぜひともね、こちらに入る機会があればね、名物としてはクロワッサンだったり、やっぱりカレーですかね。カレーはぜひとも食べていただければとても美味しいです。その他の食事もすごく美味しいです。こういった恩恵を受けられたのもパイセン
パイセンからあの1年間修行頑張ろうってあの声をかけられて頑張ったおかげでございます。大変ありがたい恩恵に授かっておりますということでね、みんなでこういった、ただのお食事を食べてから出国というラウンジの紹介でございます。実はですね、このラウンジ1人ステータス持ってると同行者1人までは、ただで入ることができます。今回ね、2人ここで2人ステータス持ってたんでもう2人入れたという、あとの2人はJAL のステータスを持ってないもので、はい、こういった感じで4人、まずは4人で、こちらの桜ラウンジの方を使用させていただきました。先輩の方はね、実はダイヤモンドという10万フライオンポイント以上乗ってるんで、こちらとはまた違うファーストクラスラウンジというところがあって、そちらの方に、1人、同行させて、ファーストクラスラウンジの方で食事の方を取っております。そっちはまたね、豪華ですごいんですよ。そっちは入れないんでちょっとご紹介できませんけど、はい、ということで機内の方、機内食、まあ乗って、上の旅立ってから30分ぐらいで機内食の方が出ます。先ほど食べたばかりなんでね、ちょっとお腹いっぱいだったんですけども、とても美味しかったです。サラダのドレッシングだったり、これはスイーツにはなるんですけども、やっぱりJALの食事美味しかったです。これエコノミークラスなんでね、エコノミーの食事なんですけども、プレミアムだったりビジネスだったりするとまた食事の方もグレードアップしたりします。タコの入ったポテトで、まあ、バンバンジーというかごまあえというか、すごく美味しかったです。全部完食させていただきました。でね、私も乗ってからすぐちょっと寝てきたかったので、ワイン、赤ワインなんかをねガブ飲みしてガーッと寝ました。で、着陸態勢、で、秋田から出てくるときは秋田が6度ぐらいで、ここの現地の、今回の気温が33度、27度差ということで、まあ8ヶ月ぶりに、タイの方に来ることになりましたが、ちょっと本当にありがたい暖かさというか、はい、まずはちょっと到着の機内アナウンスを。6時間20分ほどの空の旅、ドイツでお過ごしいただけましたでしょうか。ただいまバンコクスワンナプーム国際空港に着陸いたしました。時刻は午後3時55分でございます。皆様の安全のため、シートベルト着用のサインが消えるまでお席でお待ちください。後ほど上の棚をお分けになる際には、手荷物が滑っていることでございますので、十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。なお、他のお客様のご迷惑になりますので、携帯電話の通話をお使いください。ただいまこちらバンコクの気温33度とのことでございます。はい、でこの後ちょっとマイル、今回たまったマイルの画像の方を出させていただきたいと思います。はい、到着ということで、補足になりますが、マイル、今回のマイルの方を表記させていただきます。ここで知っておいてほしいのは、マイルとフライオンポイントの違いということです。マイルとフライオンポイントは全く別物と考えてください。分かる人は分かると思いますけども、今回のフライトにおいて、表記の通りフライオンポイント右側の方にありますけれども、958、3412、これがフライオンポイントです。で、マイルポイントっていうのは真ん中の方にありますけれども、572、4977、これがマイルポイントです。マイルポイントは普通の買い物でもたまったりするんですけども、フライオンポイントは本当 JAL の飛行機に乗らないとたまらないポイントです。で、こちらのポイントが5万フライオンポイントたまった時点でサファイアとなって、あちらの先ほどのラウンジの方などを使えるようになります。それがたまらないと、そのステータスは基本的にはもらえないので、ラウンジの、
あの方の使用はできないというような形になります。フライオンポイント、ぜひともあのフライオンポイント修行、マイル修行等々やりたい人は、これからもこういった情報の方を、少しずつ配信させていただければと思います。次回はあのバンコクの、あのバンコクパタヤの動画アップになると思いますが、ぜひとも楽しみにしていただければと思います。ご視聴ありがとうございます。